こんにちは。映画クレイジークルーズはエーゲ海に向かう豪華クルーズ船 MSC ベリッシマを舞台にしたミステリー&ロマンティックコメディーです。この船は実在の MSC クルーズが所有し、日本発着のクルーズ船の最大級であり、全長315メートル、乗客定員5568人という巨大な船です。プール、カジノ、ショップなど充実した設備があり、映画の舞台として贅沢な雰囲気を提供しています。映画の撮影は、当初は実際の船上で行う予定でしたが、コロナ禍の影響で断念せざるを得ませんでした。しかし、実寸大のセットや VFX、CG 技術を駆使して船内の雰囲気を再現し、臨場感あふれる映像が作り上げられました。主演の吉沢亮さんと宮崎あおいさんも、船内のセットで行われたイベントでその豪華なセットに感嘆しました。特に、本物のクルーズ船に負けないくらいのスケールでセットが組まれ、映画全体に贅沢な雰囲気が漂っています。映画内では、ポーカーをプレイするシーンなども登場し、吉沢亮さんが本気で勝負に挑んだエピソードもあります。これらの要素が、映画クレイジークルーズの魅力を一層引き立てています。船上で巻き起こる殺人事件の謎や、主人公たちのロマンティックな展開を楽しんでみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。